知ってるおじいちゃんはノイで伝えたきり、おばあちゃんはずっと看病してた。戦前は大きな会社で働いて、裏に像の刻印のあるメダルがあった。僕はそれをもらったけど、今はどこにいたかわからない。僕のお父さんは仕事ばかり、戦争から帰ってきて会社作って計測に行ってた。お母さんは本屋に娘、お姉ちゃんは体が悪く、お母さん好き入りだから、僕はいつも一人ぼっち。おとなしくて無口、それが僕の性格、ずっとそうだったけど、少し変われたのは歌と会ったから。海と会ってうつらしくなったけど、本当は昔のまま。多分変わっちゃいない。